それではこれより2022年3月期決算について執行役員管理総括責任者兼管理本部長トリアよりご報告させていただきます。おはようございます。トリアです。本日お忙しいところ弊社決算説明会ご視聴いただきましてありがとうございます。早速ですけれども2022年3月期決算概要について私の方からご説明させていただきます。まずはじめにハイライトですけれども売上高前期比 0.3% 増の147.7億8400万、営業利益が、一部、不採算プロジェクトの影響により、前年比、6.2% 減の、10億6000万、親会社、株主の帰属する、当期利益につきましても、営業利益の、と連動しまして、前期比、15.4% 減の6億5700万となっています。が、EBITDA が前期比プラス 3.7% 増の13億3200万。ROE は前期比マイナス 2.5 ポイントの 9.6%。低所得株当たり純利益につきましては、前期比 15.4% 減の約80円となっています。1株当たりの配当金ですけれども、期初と変わらず、40円、前期からは、1円の、増配となっております。キャッシュフローにつきましては、フリーキャッシュローが、7.2 億円で、配当金の支払い額につきましては、3億2600万円となっております。次に、業績、前期比ですけれども、売上高、前期3800万、こちらはですね、受注の方、好調だったんですけれども、やはり不採算プロジェクトの関係でですね、機械損失が発生した関係で微増とだところになっております。次に営業利益につきましては、前期マイナス7000万、こちらが今回の業績に響きましたソリューションサービス事業の不採算プロジェクトによる影響となっております。経常利益は営業利益に基づいてまして、当期利益につきましては営業利益のほか今回オフィスの縮小による移転費用が発生しております関係で前期比1億1900万円減となっております。続きまして営業利益の要因別増減分析となりますけれども、主に、先ほど繰り返しになりますけれども、ソリューションサービス事業による、採算プロジェクトの発生と、またそれに伴う機械損失が発生しています。その他、構造改革の減少が、発生しております。左から、一昨年、11億3100万円に対して、売上増、特に、コストの改善を、伴いまして、2億6000万の、利益アップだ、マスターの方の、消却費が、今期、増えまして、マイナスの1億1800万増加しております。で今回ポイントとなる、不採算プロジェクトによる影響が、約2億4000万。でまた、構造改革、こちらは主に、その一昨年、コロナ対応のための、費用を重ねましたので、まあ、それの反動減といったところで、費用が減少した、のが、5600万。最後に、販管費の、増加ですけれども、こちらの方、研究開発、主に、介護ビジネス、医療ビジネスといったところに、研究開発を今回ありまして、最終的に10億6000万となっております。次、四半期別の売上高推移表ですけれども、
各セグメント別に色分けしております。基本的にですね、サポートサービス事業とシステム運用サービス事業につきましては、クォーターに関してほぼ、変動なくですね、安定事業として行っております。で、弊社の特徴として、住宅開発事業、ソリューションサービス事業に関して、数期4クォーターとあと2クォーターのところです。で、売上の方が変調するビジネスとなっております。で、特に、営業利益につきましては、さらに、2クォーター、4クォーターに変調を傾きまして、今回、2022年3月期の3クォーターで、不採算プロジェクトの、引き当てを計上した関係で、昨年度、一昨年度から、まあ、大きく違ったところになっております。はい、次にセグメント別の業績サマリーです。ソリューションサービス事業は、不採算プロジェクトの発生により、減収減益、売上高につきましてはマイナス 5%、利益につきましては大幅減のマイナス 30% となっております。住宅開発につきましては、売上高は前期、微減となっておりますけれども、要因調整の改善により、利益の利益率が 2.1% アップしておる関係で、前年比営業利益 9.6% 増となっております。システム運用サービスにつきましては、機種から向上でして、国内大手ポータルサイトの事業の拡大並びに新規で医療サービスのアプリの開発を行っております。こちらの方、売上高が 20%21% 増、営業利益では 50% 増となっております。サポートサービス事業につきましては、売上高の方につきましては、調査サービスの受注減により、微減となっておりますけれども、メインのヘルプデスク、テクニカルサポートが堅調なため、営業利益の方が 9.6% の、増益となっております。繰り返しになりますけれども、セグメント別に表現しますと、売上高の方につきましては、システム運用サービスの方が、大幅に、増収となりまして、以下の事業につきましては、微減ないしは大幅な減少となって、最終的に、全社では若干の増収となっております。営業利益につきましては、ソリューションサービス事業の不採算プロジェクトに利益が大幅減となっておりますけれども、各その他のセグメントで増益の方を手掛けまして、利益の方が若干のマイナスで、着地の方をしております。続きまして、貸借対照表の状況ですけれども、流動資産の方につきましては、主に現預金の増加により、3億2000万の増加となっております。固定資産につきましては、1億2000万の増加で、主に、無形固定資産の 増加、こちらが、新しい、サービスのマスターを、開発しております。また、投資その他の、資産のところで、介護ビジネス の方に一部、追加投資の方を行っております。負債純資産の部では、負債の方が8600万 増加しております。こちらの方を主に今回、未来にかかるプロジェクト損失引当金を計上した関係によるものです。最後、純資産につきましては、当期利益から配当金を除いた形で、3億5000万の 増加となっております。最終的に自己資本比率につきましては、前年比 0.4% アップの 71.6% となっております。続いてキャッシュフローの状況です。
こちらの方、前期比 3.9 億円の増加で43億1700万となっております。こちらの主な理由としましては、営業活動によるキャッシュローの中の売上債権のところで、一昨年、大型案件が3月末に研修の方をいただきまして、それの売掛金回収が2022年3月の4月に発生した関係で、こちらの方が大きくプラス要因となっております。はい、続きまして、2023年3月期、業績予想ですけれども、売上高の方が、前年比 3.8% 増の153億5000万としております。営業利益につきましては、2桁アップの 16% 増の、12億3000万としています。営業利益率につきましては 8.0% となります。こちらにつきましては一応過去最高の数値となっております。当期利益につきましても前期比 21.7% 増の8億円としております。こちらも過去最高値となっております。EBITDA が 16.6% アップの15億5300万。ROE が 11.3%、1株当たりの純利益が前期比 24.7% 増の初の100円台となっております。で、1株当たりの配当金ですけれども、前期 1円アップの40円としております。こちらがちょっと5年間の業績の傾向ですけれども、2022年3月期、若干、右下がりになりましたけれども、基本的には今、ここ数年、順調に右肩上がりの傾向で、業績の方を行っております。最後、業績予想のセグメント別ですけれども、今回ポイントとなるのが、ソリューションサービス事業の、前期比営業利益、前期比 35.8% アップ、金額にすると約3億円の、増益となりますけれども、まあ、こちら、2022年3月期で、不採算プロジェクトを発生した関係でこれを撲滅するといったところを計画しておりまして、今回の予想値となっております。以上で私の方の説明を終了させていただきます。ありがとうございました。それでは続きまして、環境の変化と課題認識について、代表取締役社長、柿崎よりご報告させていただきます。はい、皆様おはようございます。柿崎でございます。本日は、我が社の決算説明会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私の方から、環境の変化と課題認識というところをですね、ご報告、ご説明いたしたいと思います。それに先立ちまして、まずトピックス、直近のトピックスの方をご説明いたします。まず1点目ですね。この4月の株式市場の再編に伴いまして、スタンダードの市場に移行いたしました。求められる透明性と成長性に応え続けられる企業を目指しながらですね、スタンダード市場の中で、事業を運営していきたいというふうに思っています。割愛しますけれども、上場維持基準とですね、当社の数値をですね、右の方に記載しております。2つ目になります。株主還元の一つでもある、配当ですけれども、先ほど鳥野からもですね、話があったように、2022年の3月期は利益計画未達でありましたが、当初予定通りのですね、39円を維持いたしました。
基本的に株主還元の方針に基づいてですね、2023年度の配当もですね、40円を計画しております。3点目になります。資本政策に基づくですね、機動的な施策として、この5月10日付で、自己株式の取得と自己株式償却の実施を決議させていただきました。まず自己株式取得ですけれども、上限として25万株、株式取得額の総額は3億円を上限としております。さらに自己株式の償却についてですけれども、6万4600株で、2022年7月1日をですね、償却予定日とさせておりしております。最後トピックスの4点目になりますけれども、ベトナムのですね、ソフトウェア開発会社、インディビジュアルシステムズ、通称 IBS と言いますけれども、そちらのソフトウェア会社との資本業務提携を締結しております。私どもとしてはですね、アジアの ICT 人材の恒常的な生産能力の向上、いわゆる国内非常に IT 人材不足ですけど、なので、そちらのですね、対策として一つ。あとは、開発機能内製化なんですけども、特に我が社のですね、製品サービス系の開発機能内製化、ラボ化をですね、目的としています。で、さらにはですね、将来的にグローバル人材の育成及び市場開拓ということで、できれば最終ステップとしては、アジアの方のですね、新しいビジネスを創造していきたいという流れの中で、今回 IBS のですね、資本業務提携を締結いたしました。まず第一ステップとして、やはり開発基盤を構築することで、生産性の向上とですね、生産力の向上、そして、やはりオフショー開発の、メインになりますコスト優勢を最大限に生かしながらですね、お客様の満足いくサービスの提供していきたいというふうに考えています。続いて、現状課題と対策というところになります。まず、中期経営計画、最終年度ですけれども、こちらのですね、業績の計画を修正させていただきました。修正した要因としてはですね、現中継の最終年度である今期は、やはりコロナ含めてですね、ウクライナ情勢も含めて、社会情勢の不透明さや ICT 市場における人材のですね、非常に獲得競争が激化しているということがあり、そしてさらに加え、先ほど来ありましたけれども、不採算プロジェクトの抑制、再発防止に向けたマネジメントの品質体制の強化、あとはやはり事業プロセスのですね、質の向上を注力して、次のですね、持続的成長に向けた、今一度ですね、足場固めを行いたいと思っています。さらには、事業拡大を加速させるためのですね、人材製品サービスへの積極的な投資を行うことをですね、鑑み、業績修正をさせていただきました。2023年の3月期の業績計画については、先ほどの通り、売上高153億、営業利益12億3000万、営業利益率 8.0% としました。現状もですね、引き続き、ソリューション事業のですね、受注状況は堅調でありますけれども、やはり、確実にですね、業績をですね、上げていくところと、業用拡大していくところをですね、推し進めていきたいというふうに考えています。その中のですね、修正の要因ということで、上の方の段にですね、グレードのところで書かさせていただきますけれども、やはり、足場を固めていくということと、生産力を高めていく、さらにですね、投資、サービス製品の投資を積極化していくというところ、そこをですね、やはり今後の対策と展望の中にもですね、書かさせていただきますけれども、特に注力していきたいというところに関しては、生産性と、収益力を上げるための、昨年来から継続しておりますけれども、事務を中心とした導入プロセスの標準化、自動化による収益力の向上。で、さらにはですね、大きな、次の中継にかかってくると思いますけれども、投資をですね、やっていきたい。まず、クラウドシフトへの加速ということで、つながるクラウドサービスへの強化ですね。で、あとは、天野社、タイムプロ、就業管理システムのですね、主要ターゲットのお客様の層に訴求できる製品サービスの強化をしていきます。
まあ、ここをですね、アマノの顧客基盤を最大限に活用しながら、まあ、業用拡大していきたいというふうに考えています。対策としては、あと、人材ですね。やはり DX を中心とした、まあ、デジタル人材というところに関しては、必要不可欠になりますので、そちらの教育投資も含めながら、持続的成長に向けた、施策を打っていきたいというふうに考えています。で最後になります。サステナビリティ方針と各種施策ということで、まあ、昨今ですね、まあ、時代の流れの中で、まあ、ESG、SDGs についてということで、いろいろ記事等がありますけれども、まあ、企業理念、ビジョンにつながるサステナビリティ方針を昨年策定しました。まあ、一つ持続的な企業としてあるために、まあ、社会と我々 にとってのですね、まあ、重要課題ということにの中で6つを選び出して、まあ、SDGs と結びつけて活動を行っております。まずサステナビリティ方針を支える事業活動ですけれども、まあ、人と情報をつなぎ、まあ、新たな感動を創出するためにですね、まあ、デジタル人材の育成を推し進めていくと。まあ、その中でですね、今回、滋賀大学様とですね、産学連携の協定を締結してですね、まずは、私たちもデータの利活用というところをですね、DX の中心に置いていきたいので、まあ、データサイエンティストのですね、育成を図りながら、そういう事業をビジネスを進めていくベースを作っていきたいと思っています。まあ、もう一つ企業活動としてですけれども、まあ、長期的、もう社員のですね、安定的な活躍を目指すということで、まあ、やはりコロナ禍の中で、まあ、エンゲージメントをどうやって高めていくか、まあ、ウェルビーイングの源となるですね、まあ、やはり、まあ、体も心も、まあ、健康にでなければいけないというところで、まあ、健康経営に取り組む、まあ、一つの、現れとして、2022年度もですね、健康有料、経営有料法人の認定を、まあ、獲得いたしました。まあ、こちらの、まあ、サステナビリティ方針の施策も含めてですね、まあ、今後もですね、まあ、今期足場を固めながら、来期に向けてですね、持続的かつ豊かな、まあ、未来社会、まあ、クレオの成長をですね、目指してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。私の方からは以上となります。